広島大学附属市のの小中学校は、広島県広島市南区篠ののめ3丁目にある国立小中学校。広島大学の附属学校として、主に教育学部生を対象に教育実習が行われている。1875年10月30日、広島県公立市販学校附属小学校として、広島市白島町に創立された。母体である、 広島県公立市販学校の移転に伴って、現在地の篠の目に、学校の所在地が移転したのは1941年7月である。篠の目御ご心を生かす生活手帳には、児童心得として、はいという素直な心、ありがとうという感謝の心、すみませんという反省の心、おかげさまでという謙虚な心、私がしますという笹ぐ者の心が歌われている。 広島大学附属市ののめ小学校校科、短式学級の外に、養護学級設置や、副式学級を設置し、1913年に始まった教育研究会は、今年で117回目を数えるに至っている。校舎の屋上には、天体観測用の球体ドームがあるが、在校生でも屋上に上がることは許されておらず、約20年近く利用されていない。 篠ノ目小学校 PTA が1年に一度発行する機関誌、篠ノ目や広島大学附属篠ノ目小学校国語科研究室が発行する学校文集、ひばりの岐阜は伝統文集として現在も続いている。1985年3月30日発行の写真集110周年を迎えた篠ノ目教育によれば、篠ノ目メ温度を作詞。 作曲広島大学附属しののめ小学校という運動会の際に全校生徒で踊る歌があったようだが、現在はもう踊られていない。しののめ教育という映画も制作された歴史があると言う。1947年4月15日広島市販学校男子部附属中学校として創立された。拘束がなく、両親に従って行動することなどを掲げたしののめ検証がある。 公訓では、あくまで科学的で、創造的な、たくましい思考力を育てることを根幹とし、道徳的心情という、豊かな緑したたる葉と、美的上層という輝かしい花をつけた、ていていたる大木に伸びよ。もちろん、これらの大木は孤立したものでなく、お互いに協力的であり、社会的でなければならない。と謳っている。死のの目の空通常学級と特別支援学級がある。 生徒手帳の見直し、生徒会規約改正等を校内の生徒らで組織される、評議会で討議するほか、生徒総会において年間活動方針の承認、予算、決議の承認を行う等、生徒会活動が充実している点に特徴がある。三学期制をとっている。広島大学のページによると、篠ノ目小学校、中学校と三原幼稚園、小学校、 中学校は、広島大学の東広島キャンパスへ移転、統合させ、移転済みの付属幼稚園を含め、広島大学付属東広島学園とさせ、それに伴い、東広島キャンパスへ、付属高等学校と福山高等学校から、それぞれ1クラス移転させることが計画されている。ありがとうございます。